思い出したんだね。この石板は怪人と契約を結んだ人だけが会話することができる。前に挙げた尾びれ矢は持っているかい？少し痛いかもしれない。怪人の書だ。リモリアについての歴代の怪人の予言だよ。いずれ海は枯渇するだろうと書かれている。海を呼び覚ますには怪人を蘇らせるしかない。だから怪人は自らの手で最愛の人を殺して失ったものを取り戻さなければならない。予言なんて人が夢を見た時のデタラメに過ぎない。信じたらダメだ。それが何を意味するのか分かっているの？君が返したいと思っても、僕はそれを望まない。
神の務めは自分の信者を守ることだ。もし怪人の伝説が必ず実現するというのなら。怪人がこの伝説を変えられないわけがない。結末を変えられないなら最初からこの物語を消してしまえばいい。もうすぐ終わる。リモリア人の物語はリモリア人自身が書き換えないといけない。さようなら、怪人の花嫁。殿下、前に殿下が出て行かれた時、もうお戻りにならないかと思っていました。まるで誰かに魂を抜き取られたように見えます。いえ、最近の殿下はとてもおとなしく、勝手に出歩くようなこともありません。殿下、また魚を見てぼんやりされているのですね。一番大事な人からもらったのだと以前ご自身でおっしゃっていましたよ。殿下、どうしてまた湖のほとりに立っているのです？殿下ったら、湖の中に人がいるはずがないでしょ。殿下、何をなさっているのですか？そのまま進むと湖に沈んでしまいます。殿下、また考え事ですか？最近王都でまた新しいニュースがあったんです。よければお話ししましょうか？衛兵たちが前に王都に潜り込んでいた先行者の拠点を突き止めたそうです。リモリア人ですよ。近頃の暗殺事件は全て彼らの仕業だったのです。
国王陛下は大層お怒りになり、王都中のリモリア人を探し出し、干からびて死ぬまで砂漠に放り出せと命じられました。彼らの最終的な目的は海を呼び覚ますことだそうですが、もし彼らの目的が果たされれば、洪水が起こってみんな飲み込まれて死んでしまうでしょ。ホムラ？思い出しました。確かそれはずっと昔に殿下へ送られたあのリモリアの少年の名前です。オビレア！それはリモリア人が使う凶器ですよ。殿下、なぜそんなものを持っているのですか。殿下、どうされたのです。なんだか今日は少し変ですよ。殿下、何を待っている？私の先祖は長きにわたってリモリアの長老をやってきたが、お前のように怪人の書を強引に書き換える怪人など初めてだ。彼女の心臓を取りたくないからといって怪人自らの命に火をつけるとは。リモリア人を故郷に帰らせることができればそれでいい。怪人が存在するかどうかは重要じゃない。そのオビレア、お前、彼女との契約は完全に燃やしたと言っていたではないか。まさか、どうし、君、僕たちがどこに行くか分かっているの？
よく考えたのかい？いつか僕は君の心臓をえぐり取るかもしれないんだよ。海が見たいと言っていたでしょ。一緒にゲイラクトを探しに行こう。